みなさん、こんにちは。教室集客コンサルタント高橋貴子です。えー、本日のしっかり稼げる教室運営バイブルのテーマは。目先の仕事に振り回されないというお話をしたいと思います、えー。いろいろとですね。クライアントさんとか、まあ、先生の相談とか、いろいろ載ってますとですね。時間がないという方、は非常に多いです。 でえー、と時間がない時にですね、まあ、お仕事をいろいろやっているし私も当然いろいろやってるんですけれどもその中で意識をしてほしい仕事の優先順位を決める決め方ですねそれをちょっと考える上でヒントになるお話をしたいと思いますので、えー、まずこちらの図を見てください。い見えますかね。はいえー、とですねこれうん仕事のの優先順位を決める4つの窓っ っていう、ね、お話であの書いているんですけれども、まあ、あの目先の仕事っていうところで特にババッときちゃって「は大変」っていうところはねここのこの窓の領域なんですよね、えー、重要度が高くって緊急度も高いだからクレーム処理とかその辺りとかはこの辺りになってきますね緊急かつ重要なので、まあ、トラブルですよね。 やらななないと大きなトラブルになるこれ,大変これは、まあ、確かにやんなきゃいけないっていう領域なんでこれはねやらなきゃいけないです。でその他にね3つの窓があって、まあ、これ第1領域第2領域第3領域第4領域っていう、まあ、そういう領域に分かれてるんですけれども、まあ、ここは重要だっていうのは皆さんね分かると思うんですよ。で第2領域っていうのは 備えと言われる領域でえっとなんですね将来に向けて例えばうん1年後の仕事を仕込むとかですね半年後の大事な仕事を今やるとかねそういうのがここの領域になってきてここ結構ね地味に重要な領域なんですよ。で、えーっと まあ第三領域ですねここはあの研究だけど重要ではないっていうことで雑雑用とか雑事が結構多いんですよねやんなきゃいけない電話がかかってきちゃったからやらなきゃいけないとか、まあ、無意味だけどやんなきゃいけない超重要なところではないところなんですね。だかからなんかあのーまあ 惰性でやるみたいなそんなような場所だったりする領域なんですけども緊急な状態で来ちゃうことが多かったりする重要度はでも低いっていうねこの雑事ににやっぱり振り振回される方が多いいように思いますねであと第4領域ここも地味にねやっちゃってる人多いんですけどえ緊急度度低低いいし重要度も低いんですよだから軽いっていう領域なんですけど憂さ晴らしとかね気分転換。 緊急でも重要でもないゲームとかテレビとか雑談とかこの領域になるんですけどもちろん人間なんで、まあ、その領域とかもないとねあの困るっていうのはわかるんですけどここに例えば辛くて逃げちゃうとかそういうのはねよくないですよね。やっぱりここの領域に時間 あととこことここです、ね、領域に時間使いすぎちゃってる人は自分のの時間の使いいいい方をチェックしないといけなとけですやっぱりねここをどれだけ日常のルーティーンにとっていけるかっていうのが結構大事で、まあ、これもねだからないに越したことはないんですよ緊急かつ重大なのか金融に来ちゃうとかっていうのはないようにここの領域を上手に扱っておかないとそのうちこっちに。 来ちゃう時とかあるんですよだから第二領域はもちろん未来の勉強とかっていうのもあるんですけどこの第一領域にその案件が来ないように抑えておく手を打っておくっていうのをやんなきゃいけないですね、まあ、例えば分かりやすいところで言うとあの提出物とかあるじゃないですか提出物。でそれが例えば締め切り期限が、まあ、じゃあ今日が1日だったとしましょうで5日でした。 っていう,ふうになるると5日間あるやってて放置してる,放置してるあんまりねまだそんな緊急ではないだけど絶対に提出しなきゃいけないんですよで前日やるからいいやって放置してたとするじゃないですかで前日にあの急に体調不良体壊しちゃったりとかして。 しやでもね出さなきゃいけないんですよ。だんだんこう緊急重要な度合いを増してきちゃうんですね。出さなきゃいけないのに体の調子悪いんですね。でも出さなきゃいけないんですよ。だから重い案件になって重要で出さないとトラブルになるような例えば提出物だったらどうしましょうっていうことでここを放置してるとこっちに行っちゃうっていうことです。だからあの提出物とかねなるべく早め早めに出す方がまあ、備えあれば 憂いなしっていうそういう感じになるので多分これは教室の運営の部分でも同じようなことが当然なんですけどね言えるような状態なんですよ緊急かつ重要なのは皆さんやるしあと緊急で軽いものも実はねやらされちゃってるんですよ目の前にあるから追い立てられちゃうのででも本当はじっくりよくやんなきゃいけないのは緊急度が低くて重要度が高いやつねここ この第2領域をどれだけ上手に日々の中でさばいていけるかこれはだから将来に向かっての投資もそうです私は大体大きな案件は半年から1年後の仕事をうん大体その月に2個か3個はたい抱えて動かしてます当然それが実る時が1年後とかに来るわけなんです,よなでなんですけどねでそれを何個持てるかっていうのが、まあ、ポイントになってくるので。 目先の仕事だけに振り回されないようにこの第2領域この第2領域のお仕事を上手に見つけていくし準備していくこの癖があると振り回されないようになるかなと思いますので是非トライしてみてください。それでは